こんにちは、ようこそ皆さん。私はウィリアムです。これは、データサイエンス入門コースの最初のビデオです。この新しいオンラインコース、プログラミング不要のデータサイエンス、についてお話しします。今の世の中、データに溢れかえっています。 そして多くの企業や組織がこのデータが身はとても貴重なものであることに気づいています私たたちがレジで商品を購入するときクレジットカードを通すときメッセージを送るときキーボードを打つとき70時1分0秒。 090、より大きい0時1分10秒050電話やメールをしたり防犯カメラの前を通ったりするたびに私たちはちょっとしたデータこのセールのデータをより有用なものに変換することです私たちはそれを使ってもしかしたら次に起こるかもしれないことを予測することができるかもしれないのです現実の世界で使える予測です 例を挙げてみましょう。あなたがスーパーマーケットのレジの前に立っているとします。そして、ポイントの種類を伝えると、2%オフとか3%オフとかしてくれるんです。例えば、このポイントカードをペイペイから受け取るには。 名前と住所など、おそらくあらゆるデータを伝える必要がありますそしてもちろん、多くの人が PayPay のポイントカードを持っているので PayPay は多くの人のデモグラフィックデータを持つことになりますおそらく数百万人の人口統計学的データを保有しているのでしょうしかし、あなたの視点に戻るとあなたはちょうど良い割引を受けたところなので。 ポイントカードを持つ PayPay ペペや他の会社に簡単なデータを共有しても構わないのですこれらの企業はそのデータをどうするのでしょうかこのデータを解析するんですあなたのような何百万もの人々のデータを得ることになりますこのデータを使って彼らはちょっとした実験を行います例えば ある商品の値段を少し下げたときその商品をより多く買ってもらえるかどうかという実験です誰もが得をするといえるでしょう顧客は割引を受けスーパーマーケットはより多くの商品を販売することができます今 多くの人がデータサイエンスを神秘的だと感じていますこのコースの本当の目的はデータサイエンスの謎を取り除きデータサイエンスの仕組みを簡単に理解できるようにすることなのですまた実際にデータサイエンスをやってみるという実践的な体験もします2つの別々のソフトウェアを使って実際のデータサイエンスを行うことを学びますそして プログラミングを学ぶ必要はありません。このコースは、プログラミングをしないデータサイエンスと呼ばれています。私の考えでは、プログラミングを学ばずに、データサイエンスを学ぶ方が望ましいと思います。プログラミングは別のスキルであり、データサイエンスで学ぶべき重要な概念と実践がたくさんあり、プログラミングも同時に学ばなければならないという負担はないはずだと思います。 その代わりに私たちはデータサイエンスを行うために無料のソフトウェアパッケージを使用することにします一つはウェカ、もう一つはラピドミナーと呼ばれるものですウェカは無料でラピッドマイナーは2つの無料版といくつかの有料版があります w e とラピッドマイナーはどちらも Windows と Mac で動作します この画面の上部にウェカのスクリーンショットが表示されています右側にはニュージーランドの国長であるウェカの写真がありますこのソフトはニュージーランドが発祥の地でありそのためソフトの制作者はこのかわいい鳥にちなんでこの名前をつけましたこの画面の下段にはラピッドマイナーのスクリーンショットがあります この2つのソフトウェアはデータサイエンスを学び実行するための優れたツールです私がウェイクアップを導入した際の面白いエピソードを紹介しましょう2006年頃、私が勤めていた機関はデータサイエンスという新しい分野を開拓したいと考えていました当時はまだデータサイエンスと呼ばれずデータマイニングと呼ばれていました データサイエンスを行うためのソフトをいろいろと探してみたところよく知られたソフトがありましたしかしそのソフトはかなり高価なものでした3万 US ドルくらいします。しかし私の所属する機関は その資金を投資することを決定し、さらに日本から私をニューヨークへ派遣することを決定しました。このソフトウェアの使い方を学び、データサイエンスの方法を学び始めるためです。ニューヨークでソフトの使い方を学びました。そして日本に帰ってきて、データサイエンスを始めました。 しかしその半年後くらいにインターネットで調べていたらウェカというデータサイエンスのソフトを発見したんですそしてウェカは無料なのですというわけで試してみることにしましたそして私はかなり驚いたのですがウェカは購入したソフトウェアよりも強力ではるかに使いやすいと思ったので実際にウェカを使うことに切り替えました このコースは私の母国語から自動的に日本語に翻訳されていることはお分かりかと思います私の母国語は英語ですそれでもなおこの教材が面白く役に立つものであることを望みますこの授業が楽しみです次のビデオでお会いしましょう それでは、さようなら。